綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。いつもおなじみ赤坂のマイゴルフレンズに来ております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆいちゃん今日のレッスンは何ですか？今日はフルショットの時のトップの位置と、うん、その時の力感についてです。はい、はい、じゃあちょっと早速お願いします。開いちゃうのね。これじゅんちゃんの方を見てる。これが30センチぐらいこうまっすぐ引く。この時はこの三角形が崩れないように引く。うんうんうん。こうなったりとか、うん、すると崩れる。この形がまっすぐこの。でここから次この。なるほどね。腕がこの左手地面と平行になるときにクラブが直角になる。うんうん。引く、直角になる。で肩を回す。うん。これでこう。うん。綺麗。引く、直角にする、回す。でこう。うんうんうん。この時にトップの力感っていうよりかは、自然的に切り返しの時の。ここからトップまで綺麗に当たったのに、切り返しの時どうしても腕に力が入っちゃうじゃないですか。うんうん。腕に力が入るってことはこういう感じになる。うん。こういう感じ。上体にばっかり力が入っちゃって、フォロースルーもちっちゃくなっちゃうし、まあクラブもアウトサイドから入りやすくなって。上体に先に力が入っちゃうと、どうしても下半身がうまく使えなくて、本当はもっと飛距離出せるのに飛ばないとかっていう風になっちゃうので、トップの時のこの時に一番最初に力が入るのは下半身、足に力が入ってから腕がついてくるっていう感じなので、引く、ここ90度、肩回して次足、はい、でうんうんうん、なるほど。どうしてもこう一番ダメだろう、手でいっちゃうというか、そう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 、まあたまになるな、マジ足疲れてると。とかまあ冬場とかね、やっぱ体が回らない時とかはそうなる。そういう時こそ下半身からちゃんと疲れは、あの強いスイングでも綺麗にちゃんと通るし、安定もするし、それはちょっと結構なんかみんな大げさにやってみてほしい。ここから足で、まあ、そしたらフォローするのがまず大きくなるから、ここからおお、なるほどね。腕だけで打っちゃうと、あーちっちゃくなるのね。全然違う、円の大きさが全然違うから、うんうんうん、大きいフォローするよ、足を使って。わ、はい、かりました。やってください。はい、
はい、ということで今回の動画は正しいトップと力感についてゆいちゃんに説明してもらいました。はい、皆さんもぜひ試してみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。